部活やってる子でさ、なんか要はうん。その部活ばっかりずっとやってて勉強全然できませんでしたってんでさ、今から浪人するんだけどどうしたらいいでしょうかみたいな人いるじゃん。はいはいはい。で、そういう相談よく受けるでしょ？あ、でもあんま僕いのない？部活の後輩はあんまいなかった。みんなあ、指そっ定校か。でなんか日大とか行ってました。ああ、そうなんだね。はまあ、いろんな、まあ、いろんな、それぞれ事情があるかなんとも言えないけど、まあ、俺は結構聞かれることが多くて、あ、そう、後輩で兄弟行った子もいるし、で、話を聞いてて、思ったのは、まあ、勉強ってさ、大学入るときにさ、まあ、一番まずどうしようもなく、こう、かかってくるのが、やっぱお金だよね。お金はもう本当に、だから奨学金とかもらわないとどうしようもないっていうところはあって、まあ、お金の問題ってのはすごい大変。あと、その塾に行くまでのお金もあるし、で、その次に問題になってくるのが体力。結局どんだけ頑張って目指そうと思っても体力がないと勉強時間長続きしないからきつい。で、ただ偏差値とか成績ってのは意外とその次ぐらいかなと思ってて、大学入試でその志望校に受かんない理由があった時に、偏差値っていうのは実はそんなに大きな問題じゃない。もちろん現役で入んなきゃいけないとかであれば問題なんだけど、その浪人とか一浪二浪とかができて、そこでこうくじけない精神力、体力があるんだったら、実は偏差値ってのはそこまで問題じゃないんだよね。で、まあもちろんただそのくじけないってのは本当大変で、周りの友達はすげえ幸せそうにしたのに自分はみたいなの絶対出てくるから、まあ、その時にどういうふうに考えるかってのはすごい大事だ。まあ、僕もまさにそれでしたね。僕、模試とか偏差値、全然最後まで慶応よくて C 判定だったんですよ。そうで、周りも割とまあたまにいいやつと、いいの取ってるやつがいて、まあ、へこんだりはしたんですけど、まあ、でも最終的には俺が受かるんだって、なんか強い謎の自信持ってて、それでなんとかなった。なるほど、なるほど。やっぱでも偏差値は関係ないって、そのチューターの先生にずっと言っててくれてて、お前頑張ってるの見てるから、お前ちゃんとできてるようになってるって、なんかすごいずっと言われてて、それを信じてました、俺は。偏差値関係なないるんだ、みほたいどな。うん。な。周りの人に恵まれてたのかなっていつも思います、なんか。まあでもね、やっぱり、ね、頑張ってる人には応援団つくよね。実際頑張ってたのかなって、まあ思いますけどね。だからこう頑張ってる人ってさ、俺も応援しようって気になるじゃん。やっぱ一人で重い荷物持ってる人いたら助けてあげようって思うでしょ。で、それって多分結構人間のすごい本質的な心の作用の一つかなと思っていて、こう頑張ってる人がいるときに、やっぱりこうそこに対してフォローしようっていうのはすごいあるんだよね。だから、それはやっぱりね、こう、人徳だと思うね。大学の勉強も多分そうだよ。だから、めっちゃ頑張ると手助けしてくれる人がいるっていうのは、大学の時学びました。本当にめちゃくちゃきつくなって、本当にきつくなった時に基金行くと教えてくれるね。なんか、勉強してなくて質問しに行くと、大学の先生とか無視する人多いじゃん。どう？僕、大学の先生に質問しに行ったことがないです。マジか、やばいな、それは。本質当問しに。た方がいいよ。いや、なんか気難しそうじゃないですか、大学いの先や、生って。気難しいんだけど、気難しいのは間違いないと思う。いや、なんか、ちょっと、さっき私は、さっき、大学時代の先生からちょっとメール来たんで、あれですけど、ちょっと、まあ、気難しいのは気難しいんだけど、質問しないとどうしようもないからね。まあそうですよ例えね。ばさ、まあ、今、だから質問って、なんかさ、経済学部だったらさ、こう、その、まあ、計量経済学ってもう入ってる？ちょっとやった？統計とか。統計やりましたよ、統計やちっょった？と。で、例えば、そしたら、多変量解析の時にダミー変数どうやって使うのかとか、どうしてダミーわあ、変数使うのかとか、だな、それも。なんかさ、そういうのとかってやった？なんか、こういうグラフみたいなのできて、なんか、線引いてみたいなやつじゃない、確か。あ違と、ったそうね。です、そうです、そうです。まあ、普通に回帰するんで。で、例えばさ、こう、まあ、統計の時だったら、要はよくさ、アンケートとかでさ、あなたの満足度は、1から10の間でいくらですかみたいなアンケートあるじゃん。で、あれって統計的には全然良くないんだよね。なんでかっていうと、統計学では基本的に0と1の間の間隔と、例えば2と3の間の間隔っていうのは同じ1じゃなきゃいけないわけよ。
なんだけど、満足度の0から10っていうのは、その間のさ、こう、メモリっていうのはさ、等間隔じゃないでしょ。ああ、そっか、まあ、1と2の間よりも2と3の方がでかいみたいなことありますか。とかってことも全然あるのね。だから、はい、あのダミー変数で、その数値入れるときは0、1、好きか嫌いかとかで入れるじゃん。とか、うん、そういうのって多分、その、統計の本とか読んでもあんま分かんない、なんか難しいじゃん。その正確に書かれてるから難しいんだよね、厳密だから。なんだけど、あの本当に軽量分析やって疲れまくってもうどうしようもなくて、先輩と飲み行ったりした時に教えてもらったりする。僕も同級生に教えてもらったんですでしょ。だからそういうのはやっぱすごい大事だよね。めっちゃ頑張るっていうのは、だからめっちゃ頑張ると、その俺もやっぱりこうそう教えてもらったりとかしたことってやっぱあったから、だからちょっとそれはやっぱりあのやってみるといいのかなって思います。僕はそれが教授じゃなくて同級生だったって感じかもしれない。あ、まあ同級生でも全然いいと思う。優秀な子いたら全然それでもいいし。なんとかそれで統計は単位、あの C で単位ギリギリ。よかったじゃん。助かりました。だから、いや、マジで頑張らなきゃいけないね、それはね。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。です、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE の、 あのアドレスがありますので、ぜひですね、あの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、あの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。